明けましておめでとうございます。釣り子 TV です。まあ、この時期なんで、福袋開封っていうことで、最近はこういう中身が見えている福袋ね、たくさんありますよね。まあ、これによって、結構ね、戦略が練れるというか、ね。これはね、キャスティングさんの5000円ぐらいの福袋ですね。バイブレーション特集ということで、早速ね、何が入ってるか見ていきたいと思いますけども、まずね、これですよね、ブルーブルーのナレージ6号っていうことで、まあ、小粒でね、リップがこうついてるんですけど、よーく釣れるバイブレーション。まあ、これが目玉になるんじゃないかなっていうことで、ナレージ入ってるよってね。こんな感じで、まずね、暴走サンセットカラーが入っていて、綺麗な色ですね。はい。で、どんどん出していきまーす。次、目玉がまあ、こんなところかな。コアマンの、鉄板バイブですね。26g ということで、ね。IP26 シルバークロー、泉ジャイアン。鉄板バイブにシングルフック、実はこれが相性抜群だったのですということで、標準装備でね、こうシングルフックがついている話題作ですよね。まあシングルフックでしっかりかけた方がね、バラしづらいっていうのはね、あると思いますので、でね、こういう鉄板バイブってかけたはいいけど、ちょっとね、魚のエラー洗いとかそういったところでね、外れやすいのを、このシングルフックをしっかりと懐までかけることによってバラしづらくなったよっていうね、コアマンの意欲作ですけども、カラーも釣れそうですね。ちょっとオレンジがね、背中に入っていて、腹ピンクね、これはありじゃないでしょうか。はい、どんどん行きます。こっからね、キャスティングなんでこう台輪が続きますけども、ミニエント 70S ですね。うん、王の勇気ね、書いてありますけどもね、橋脚とかの際に入れてしゃくってね、リアクションでね、バイトを取っていくっていう、こう必殺のパターンとかに使うね、ミニエント。まあこの手のやつはやっぱりなくなりますからね、中古とかでよく買うんですけども、こういうお正月のタイミングはこんなね、お得な福袋があるんでね、ミニエントも補充できて、でこれね、売ってるのね、あんまり見たことなかったんですけど、これね、一挙に2つババーン。台は、なんだろうこれ、なんて言うんだ、シルバークリークシリコンバイブ。ああ、台はからもシリコンバイブ出てるんですね。こう説明が書いてありますけどもね、シリコンバイブ、前よく使ってたんですけど、なんかやっぱり鉄板とかでバイトが出ない時に、この特殊なね、材質のバイブレーションを入れることによって、あ、急に食ってきたなーなんていうのがね、おかっぱりなんかではよく昔あったんですけども、使いやすそうなね、 80S っていうこと。これ何グラムかな、重さは、22.5g ですね。ピンクヤマメね、これがなんと2つ入っていてね、まあここら辺でもうね、その購入代金と同じぐらいなところに行っちゃうところに来て、これ釣れ線、大人気釣れ線ね、こんだけ入って5000円で買えたらかなりお得な感じじゃないかなっていうことでね、キャスティングこうちょいちょいね、あの中身が見えない福袋ってのね、最近怖くてね、もう買えなくなってきてるんですけども、自分で選んでね、こんな感じで買えたらもうね、やっぱりお正月特別じゃないかなっていうことで、あとこれに何が入ってたら、自分なんかは個人的にタックルハウスのね、ローリングベイトとか大好きなんで、あの手のなんかが入ってたら、より完璧だったかなと思うんですけど、まあでもね、こういう消耗品がお得に、まあカラーもね、こう、
釣れそうなカラー中心にね入れてくれるっていうことで、すごいねイケてる福袋じゃないかなっていうことで、皆さんはどうですか、今年何かいい福袋とか出会うことができましたか。なんかねいいのあったらねぜひコメント欄とかにね、書いていただければ、またあこのセットいいじゃないなんていう場合はね、いいねボタンぜひ押していただきたいんですけども、この冬の時期に活躍するねバイブがいっぱい入って、5000円ちょっとね、こんな福袋買ってみましたということで、本日の釣りコーティーはこちら。お正月っぽくね、キャスティングの福袋買ったらなかなかお得な内容だった。こういった動画でした。はい、次こう TV でした。また会おうぜ。